皆さんこんにちは、ボブです。共通点ヘルメットしかないんだが、俺の弟のラウダが活躍している水星の魔女はみんな見てくれてるかな？そんなには活躍してねえよ。さてはアンチだなおめえ。ボブはそんなこと絶対言わない。そんなわけで今回はダリルバルデをラウダカラーにしてきます。まあラウダカラーって言っちゃえばディランザの色まんまだけどな。あと案件いただきました。紹介下手くそすぎない？今回 UR ライフ様からの提供で、こちらの HP キューブというコンプレッサーとエアブラシセットも一緒に紹介してきます。果たしてこんな適当な案件動画でいいのだろうか。久々のガンダムタイプじゃないキットですな。私水星の魔女の機体の中でも結構好きなのよ。ダリルバルデ、まだ輝いてた頃のグエル対戦。早く戻ってこいボブ。ランナー数は3個、エフェクトパーツにリードセントシール。おっきめなランナー3つで組めるもんなんだな。技術の進歩はすげーとしか言いようがないわね。この間の動画でめちゃくちゃ疲れたんで今回はヤスリがけなしで、なんで久々の二度切りでやっていこうか。二度切りならパーツ早々えぐれないしな。ただ赤から明るい緑に色変えるとなると、直で塗ってちゃんと色なってくれるかわかんないんで、白サフ吹いていこうと思います。ライトグリーンだからな、白ならちゃんと発色してくれるだろうし。今頭部組み立ててるんだけど、必要パーツがランナー一つで横一列で並んでるのすごくない？エントリーグレードかな？センサー部分の色さえ違えばですがな。さすがにここはシール使わなきゃか。水星の魔女のキットは組んだことある人ならわかると思うんですが、基本 C 型ジョイントなんですよね。これはエントリーグレードとかにも採用されていて組みやすくていい反面、私基本ミキシングする人なんで、個人的に他シリーズのキットと合わせにくいなって思ってるんですよ。あと動かしまくると緩くなったりね。解決方法はあるのですか？もちろん色々あるわ。でもまあ基本は素組みで組む人のが大多数だろうし、新規の人が入ってきてくれるのはすごく嬉しいからこれでいいのかもね。それに悩んで作ってくってのも一つの醍醐味だから、水星のキットはおそらくこのまま C ジョイントでいくだろうが、今後新しい作品の期待が出る時はどうなんだろうな。前のキットを有用してるやつだったり、ミキシングして楽しむビルド系だったらポリキャップじゃない？やっぱそうだよな。今何されてるのですか？これはダボ穴にニッパーで切り込み入れてるとこ。そのまま組んで完成ってなら必要ないけど、一度組んでバラしたりする場合これやっておけば外しやすくなるわ。塗装したり改造する人が多分よくやるやつよ。ほへー。そんなこんなで仮組み完了。いやー赤いし組みやすくていい機体ですな。個人的に御三家の中だとジェターク社の機体が好きだわ。見た目が。また出てきてほしいですな。ダリルバルデ。シーズン1だと出番全然なかったし今後の活躍に期待だな。でどうする？今回は省エネで、アンテナ変えるだけにしましょう。そのまま刺すとさすがに入んないか。いくらかカットしなきゃだね。ニッパーやデザインナイフ使ってちょうどいい具合に合わせていって、ミスってだいぶ削っちゃったけど、とりあえずはオッケー。後ろ側の出っ張りが長いこともあって若干の空間が発生しちゃってますんで、ニッパーでカット。まだ若干あるけどまあいいでしょう。空間ができてしまいましたな。縦でも使われます。めんどいから黒い接着剤で埋めたわ。ゴリ押しで草。ということであらかたガンプラの作業が終わったんでコンプレッサーの紹介していきたいと思います。こちらエアブラシ2本とコンプレッサーセットの HP キューブ。お値段は28,000円。内容物はこちら。まずはコンプレッサー1台に。エアブラシホルダー2つ。エアホースが2本。エアフィルターが2つ。エアフィルターとは何ですか？簡単に言えばホースとエアブラシの間に接続して、エアーに含まれる水分とかを取り除いてくれるやつよ。でこれがエアブラシ、合計は 0.2 と 0.3、2つもあるのはお得だな。説明書は日本語で全部カラー。エアブラシの各部名称や使用方法、塗装のコツや掃除方法も載っているわ。随分親切な説明書だな。それと購入から18ヶ月のメーカー保証付き。この黒いケースの中にコンプレッサーが入ってるんですな。こういう見た目なのか、私は結構好きだぜ。ここにさっきのホルダー差し込み。こんな感じでいろんな方向に向けれるわ。差し込むとこんな感じ。コンプレッサーに直でつけるのは初めてだがどうだ？うん、後で言うわ。そしてこのコンプレッサー最大の特徴は、エアブラシを2本接続して塗装ができて、しかも圧力は別々で調整が可能よ。一つ塗り終わったら掃除をせずすぐに次の塗装できるのはいいな。それじゃあ試しに音の確認。音の大きさ測れるやつが手元にないんで正確ではないですが、個人的にはそんなにはうるさくないと思います。一応 Amazon の Q&A に騒音テストの動画が貼られてるので気になる方はチェックしてみてください。そして全部セットしたらこんな感じ。動画だと縦で置かれてるな。そこはまあ配置場所にもよると思うわ。私の場合今使ってるやつは横向きで、エアブラシスタンドを縦向きで置いてる感じ。スタンドは手前か。座った体勢のまま調整や掃除がしたいからね。で試し塗りと圧調整も兼ねて、無地のスプーンで塗ってみましょう。ガラガラしてないし綺麗に塗れたんじゃないか？調整完璧ね。
そんなこんなでこのコンプレッサー、少なくとも今まで使ってきたやつより音静かだし、2本接続できるからいちいち交換しなくていいのは最高ね。ただ個人的に気になったのは、縦で置いたらブラシが奥に行って取りづらく、逆にしても今度はスイッチと圧の調整がしづらかったとこかな。そこら辺は横向きで置くなり別でスタンド買うなりして、自分なりにカスタマイズするのもいいかもだぜ。もしこのセットが気になったって方は、概要欄にリンク貼っておくのでそちらからどうぞ。じゃあ本番よ、一回全体にグレーサフ吹き。その後上に白サフ。にしても画面越しだと白が濡れてるかわかりませんな。それなぁ。メインの緑はグリーンとブルー、ロシアングリーンにホワイト調色したやつで塗装。ボディはマホガニーにジャーマングレーとロシアングリーン混ぜたやつ。関節系はサフのスーパーヘビー。ホワイト部分はクールホワイトにニュートラルグレーちょい混ぜ。一部パーツにはパープルとホワイトにレッド混ぜたやつで塗装。ジャベリンのエフェクトパーツには蛍光イエロー。サーベルは蛍光グリーン。拭き終わったら各所にデカール貼り、爪楊枝で微調整したら綿棒で水分拭き取って。流し込みブラックで墨入れ、乾いたら溶剤つけた綿棒で拭き拭き。全体にハンツや拭いたら付属シール各所にペタペタ。綿棒でシール押し付けて。クリアパーツはめ込み。クリアパーツがない部分はレジン液塗って、硬化させれば完成。ってことでダリルバルデでした。色変えとアンテナ変えただけだが結構印象変わったな。ちょっと明るすぎたかなって思いますが、これはこれでいいのでは。まあ前回が前回だったんでいい気晴らしになりましたわ。ではまた次回の動画で。この動画を最後まで見たな。これでお前とも縁ができた。チャンネル登録や高評価、メンバーシップもよろしくな。 Twitter もよろしく頼むぜー。